あとはスイッチ。そのスイッチはいつ入るかっていうのはちょっと分かんないんですけど、なんかやっぱり夢をこの人生で一度まず行かないなっていう。あと一つは20代の時に世界中の人の髪を切りたいっていう夢があって、これが37、8の時に、まあ、水出して7、8年経った時にちょっとシンガポールに行って、まあ、その夢を思い出してなんですけど、シンガポール行って本当世界中の人の髪切らせていただいて、まあ、これも叶えることができて、まあ、大体これがですね。で、次4番目最勇気というテーマなんですけど、そうですね、この最勇気っていうのが僕の、まあ、44ですけど残りの人生の